二代のピアノのための競争曲補聴長 MWVO5 はフェリックス・メンデルス・ゾーンが1823年に作曲したピアノ競争曲。この曲の作曲当時メンデルス・ゾーンは14歳の少年であり、後に作曲されるバイオリン競争曲、ピアノ競争曲第1番、ピアノ競争曲第2番とは異なり初期作品である。 この曲が今日帰り見られる機会は少なくなっている。この曲は彼と同様に優れたピアニストであった姉のファニーとの共演を念頭に置いたものと思われ、二人の独奏者に均等に活躍できるよう注意が払われている。この曲は同時期の変異調調競奏曲と同様に素材の弱さの割に曲が上調すぎるという批判を受けるが、作曲当時の作曲者の年齢を考慮すれば、 構成の甘さは無理からぬことである。私的な初演は1824年11月24日に作曲者とファニーの独創でベルリンの自宅において行われた。後の初演は1829年7月29日、ロンドンで作曲者とイグナーツ・モシレスの独創で行われた。曲は1829年もしくは1833年に改訂されており、 出版されたのは1961年になってからで、あった。約30から32分ピアノ独奏に、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルルに、トランペットに、ティンパに、言語オブ伝統的な三楽章構成である。出展 ABCDEF、ザロマンティックピアノコンチェルト、ボリューム03メンデルスゾーンダブルコンチェルトス。 2012年12月31日閲覧。ABCDE コンセルトフォーニピアノスイン E メジャー m w v ウォー5 2012年12月31日閲覧。ありがとうございます。